テゴシユーヤとセンガケントはジニア時代帰り道が同じだったためよく一緒に帰っていた。ある日の帰り道、電車に乗っているとセンガが女性にお尻を触られた。センガはやべえ俺痴漢されてると思ったそう。するとテゴシがその女性の腕をつかみ次の駅で一緒に降りていった。センガ曰く、一緒に降りてすごい叱ってた。その叱ってる姿を俺は電車の中で進みながら見てたとのこと。センガがラジオでこの話をするとテゴシは、ええ、そうだっけ、と覚えていない様子。他のメンバーからは、お前も降りろよ、とそうツッコミを受けた。センガは、ものすごい正義感が強い人、とテゴシの勇敢な姿に感心していた。